東京はムーブワールド。季節感ねえ。バズキッチュー。さあババ、本日は何を作ってくれますか。揚げ餅。おー、いいです。あ、揚げ餅ということでね、お正月ね、やっぱお餅ね、余っちゃったりとかね、もう食べ飽きちゃったりとかね、するでしょ。おばさんね、美味しい揚げ餅の食べ方知ってるから、はい、みんなにね、これしちゃいたいと思います。言ってくれよ。東京アムアムワールド。準備するのはこちら、普通のお餅、大根おろしと砂糖醤油の2パターンでいこうと思うの、今日は。はい、だから大根おろし、これ大根エスタミナにすってもらうから。バイバーイ。こっからあとね、17品作んないといけないの。いや、言うないでくれ。言うなよ。それで18だから、急がないといけないから。今のペースだとあと27時間後で終わる。ちょっと慌てよ。いや、怪我だけね。そうそうそう、怪我は絶対ない。こんぐらいの大きさに切っていく。丸い餅とかもあるじゃん、そういう時はさ、好きな、うん、一口サイズに。もうお子さんもね、お子さんも大好きなやつ。お子さんもね。できました。麻雀みたいな。ロンって。じゃあ揚げていきます。はい、やけどしないようにね、これ優しく。で、あの、いっぱいあるんだけど、いっぱい揚げちゃうとくっつくから、こう何回かに分けてやろう。ちょっと話しながら、その間にタレ作っていく。醤油、こうやって、砂糖、これをレンチンってなったでしょ、はい、こんなもんでいいかなってなったら終わり。結構ドゥッドゥッって言うんだけど、最後ドゥッって言うから、そしたら終わり。むずいな。大根おろしは水を絞っとく。おろしの汁、で、レンチンしてこう砂糖が溶けた砂糖醤油、これをぶっかけ、たっぷりぶっかけ。大根おろし、うわほら、ぶっかけ。できました。ポンポンポン。どっちからでも。じゃあおろしからいきます。じゃあ甘いので。うーん、いいでしょう。ポイピーが似合う。うまいうまいうめ。砂糖醤油がね、超美味しいよ、うん、超さっぱり。大根、大根、うん、大根もさっぱり。うーん、おいしい。うん、クソうまい。どう？でも案外さ、作り方知らなかった人でしょ。うん、確かに。うめえな、砂糖醤油。砂糖美味しいでしょ。うん、懐かしい味だな。これが、うん、実は結構ね、串カツ屋さんとかだと砂糖醤油出てくるのよ。知らなかった。うん、うまっ。うん、全然おかずになるよ。うん、うん、うん、うまっ。みんなね、これでお餅飽きずに食べれるから、むしろ買っちゃうよね、うん、お餅。確かに、うん、あ、いいね、交互に食うと、うん、美味しい、最高。ポイピー丸、ポイピー、ポイピー丸丸。なんだこの3人。ほら、もう早い。キッズ王たちがもうほんと早い。だけんなよ、だけんなよ。なんすかね。ほんとキッズ王たちは早いんだから。うん、おいしい、おいしい。あっという間、揚げるだけで全然違いますね。まず、そう、全然違う。うんめー。スーパークイック、お母さん助かり、おやつ&ご飯料理。うん、それまさに絞れました、うん、お地蔵様でした。全然同じもの使ってるとは思えない。確かに。いや、そうなのよ、うん、全然味違う、うん、焼きとはまた違う。うん、確かに良さ、うん、あります。5万円どんちゃくるしゃねえかな。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。総集編。